川勝知事は先週、磐田市を拠点に活動する女子サッカーなでしこリーグ一部の静岡 SSU ボニータから表敬訪問を受けた際、サッカーの名門校で知られる藤枝東高校に対して、勉強よりもボールを蹴ることが一番重要と発言。さらにスポーツマンシップが身についている、それは男の子はお母さんに育てられるからなどと発言しました。度重なる不用意な発言に県議会の自民党会派などから批判の声が上がっていました。こうした中、昨日県庁を訪れたのは日本サッカー協会のトップである田島幸三会長。 JFA アカデミー福島の受け入れに対して感謝を述べるため知事のもとを訪ねました。日本サッカー協会のエリート養成機関 JFA アカデミー福島は2011年東日本大震災の影響で地元での活動が困難となり、県東部に活動拠点を移していました。4月からは活動拠点を全面的に福島県に戻すこととなり、田島会長が13年間の受け入れに対し知事に直接感謝を伝えました。東日本大震災があり、そしてそれから2週間と経たないうちに我々がみんな100人近くがこの静岡県にお世話になることでできたこと、これは僕は今でも奇跡としか思えてません。あの時のご恩は本当に忘れることなく、この13年間我々過ごしてまいりました。これに対し川勝知事はJFA アカデミー福島の帰還を前に福島県の J ビレッジを視察したことを振り返りました。かつてそういう事故処理に当たっていったところかと思えるくらい、さらにまたそこに駅までできて、で学校もですね、はい、すぐそばにできて、迎えるための準備がですねこれ以上できないくらいなさったと。でこれはもう文字通りですね、復興のシンボルとして心血注いでですね、田島会長の下で J ビレッジの復興、あるいは創造的復興ですね、それをなさったと。JFA アカデミー福島の帰還について田島会長の功績を称えた川勝知事、日本サッカー協会のトップとの会談は和やかなムードで終わりました。一方、先週の不用意な発言が物議を醸している川勝知事をめぐっては、県議会の勢力図に変化が出ています。その鍵を握っているのが一人の議員です。県議会第二会派で知事を支える富士の国県民クラブに所属する浜松市中央区選出の大石哲司県議が会派から離脱することが分かりました。大石県議は今後無所属で活動する予定です。この1議席がどうその勢力図に影響してくるのか見ていきます。次です。県議会では、去年自民党会派が知事への不信任案を提出しましたが、富士の国県民クラブ所属の議員全員が反対し、わずか1票届かず否決された経緯があります。この1票が重要になってきます。大石県議の離脱により富士の国県民クラブは16人となり、不信任案の否決ラインとなる17議席を単独で維持することができなくなります。それがこちらのラインです。富士の国県民クラブに所属する県議の一人は、もし再び知事への不信任案が出されても大石県議がこれまでと違って賛成に回ることはないのではと話しています。ただ今後の動向には注目ということになります。